はい、こちら総合監督と申します。 eFootball2023 やっていきたいと思います。さあ今回ですけれどもね、いや引いちゃいましたよこれ。サンデルベルガ、もうこんなねナショナルのよくわからんガチャ来て誰が引くかと思ったんですけどね、なんとこのベルガがいるじゃないですか。でこのベルガってね、まあ、ウイレ2019ぐらいからすでに搭載されてて、最強、銀玉最強 DMF、まあ、銀玉最強アンカーとかね、まあ、いろいろ言われたんですけれども、まあ、そんなねベルガ、まあ、そのところから強かったです。注目も集めてました。ただそこからあまり日の目を見ないんですよねこの選手ね。で、イフトボールにね、まあ、名称変わって、イフトボール2022の時かな、初期にね僕はね獲得して使ったんですよ。やっぱり使いやすいなということで。ただそこから FP だ、ハイライトだ、まあ、あのレジェンダリーだなんだろうね、まあ、ビッグタイムだなんだろう言ってね、まあ、結局ちょっとね環境にね、適応できずにというか、まあ、環境がどんどんね総合値高い選手たちになってくんで使わなくなっちゃったんですよね。でそこしているうちにね現在ですよ、なんとねついにね搭載かということでここね獲得しちゃいました。はい。で一応2回引いてね、しょっぱなリバコビッチみたいなの獲得して、で2回目出たんですけれどもね、まあこれまあ出たらね撤退だなということで、まあ、今回ね、獲得して育成してみました。もうちょっと尖った育成した方がいいのかなと思ったんですけれども、まあ、とりあえず、ね、全体的に周り能力は上げてみました。まあ、このねやっぱスピシュンの高さが、DMF にしてこのねスピシュンの高さは結構高いと思います。はい。まあ、能力市場をね活躍してくれるんじゃねえかなということで、早速ね、やりたいと思います。まあ、シェフィールドね、ユナイテッドに、現在所属してるみたいですね。はい。では早速いきましょう。 GO！ はい。それじゃあね対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手は 4-1-3-2 ですね。このフォーメーション僕も好きだな。はい。アンカー置かないタイプですね。まあ、やっていきましょうか。結構攻撃的かな。まあ、前はなんかあんま慎重なそうですね。まあ、今日はねサンデルベルガ使ってやっていくということで、まあ、ただこのベルガね僕が愛したねベルガではなくてねアンカータイプじゃないんですよねこのねベルガ、うん、ボックス2ボックスしかも CMF 登録ということでちょっと変わった感じなんですけどね、まあ、やれるのかって感じですけどね。はい。まあ、とりあえずねちょっと若干やっぱもうちょっとなんか捨て振り考えた方が良かったかなって感じはしますけどね。まあ、とりあえずねひょっとしたらこれでも使いやすいかもしれないんでやっていきたいと思います。はい。それではね、こんなメンツでいきましょう。ゴー。さあやっていきましょう。とにかく暑いですね今日は。今日は暑いというかもうヘッドセットってめっちゃ暑いな。なんか OK いこう。うわーん惜しい。よしよし大丈夫か。ちょっとやばい感じですね。 OK 残した足でかけていく。さあ行きましょう。うわったばーまーまーそのまま出してしまった。いや今ちょっとキープした方がチャンス広がったんじゃないかなと思いますけど、ね、失敗したな。うわなんだこれ、パス通すやん。うわうわマジか危ねえ。これロマーリオ・デルピエロのツートップやったな相手、うん、ロマーリオ、デルピエロ。オッケー。さあ守ろう、しっかり守ろう。ここさあベルガはね上背もありますからね。おいはい、オッケー。さあベルカンプ、ベルカンプからベリンガムへ。オッケーよ。さあ20この今の今日絶好調ですからね。さあサイドへ叩くと見せかけて中ベリンガム、中外、中外、さあ中外、あい、うわ何これ今の変な感じになったわ。ちょっとやめてや、こんな奪われ方したな。うわやべ、よいしょ、危ない、怖かった。正確ですし期待したいですね。OK、一旦戻します。でサイドへ展開、ベルガのこのねパスのね能力値はいいですからねベルガは。メッシー、いやーこの辺の攻防は非常に見応えありますよね。いけるかネイマール、ネイマールか、ちょっとベリンガムには届かないか、惜しいな。 OK。 さあここでちょっと無理か、ロマーリオに勝てない、やばっ。ういよし、さすがベルガ。ネイマール、ああどうなった、ネイマールからほい、いけそうこれ。よし取った、取ってるけどちょっとトラップでかいな、なんか変な不自然のトラップ戦闘欲しい。はい。まあでもこういうゲームって割り切ってたら良さそうですけどね。パスは通りませんでした。ここで丁寧にコントロール。オッケー、いける。これはいけないの、枠に飛ばない。さあベルガ、ここの身長でかいので奪えるのはいいですね。うわあ、なんでメッシじゃないよ今のところ。メッシどこ行ってん。オッケー取れた。足長いね。おい。さあ、ネイマール。さあ、ネイマール。メッシを探す。お、来た！ベルカンプ！惜しい！いける？おいし。ベルカンプ！
ベルカンプで攻めるがダメ。いや惜しいですね。よしよしよし。そもそもベルカンプって背番号14じゃなかったよね。10番やったよな、アーセナルでな。まあでも、前回からね、まあベルカンプはね、ちょっとね、ガチ使いでしました。まあ、ビンシウスにはちょっと悪いですけど、ちょっと若干やっぱね、この現状のね、ビンシウスじゃ使いにくいかなとね、判断しました。まあ、アシストもゴールもあんま決めんかったもんね、ベリンガムは。ベリンガムじゃん。ビンシウスは。オッケー。さあ、ベルガ、どうする？後ろに戻す？そして一回、あ、やば。こっちだ。取った！さあ、ベルカンプから、メッシへ。うわ、なんか、重てえな。なんか重たいな、今の。パス、ドリブルがうまいこといかない。おい！やばいやばい。やばいやばい。ああいうなんか、体勢が悪いパスの方が、ああいう、体勢悪いパスの方がなんか通るってシーン多いもんな、これ。さあ、ここでちょっとカウンターと行きたいが。よし、いいよ。さあ、デイビース。やばい。マイボー、マイボー、マイボー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。出ましたね。さあ、ちょっともう一本、もう2本、2、3本シュート打って前半終わりたいですけど、今度先制したいのは先制したい。うわ、やば。オッケー。さあ、なんかゆたっとしてるわ。さあ、ネイマールから。オッケー。ベルガー、あー、ベルガー！この、アーノルドが今のは感じ取れてなかったっていうのは悪いですね。さあ、行こう。今のおかしいって、なんなん、ちゃんとトラップしてや。わけがわからん。なぜ、トラップ弾いてしまうなんでな。オッケー、危ない。ネイマール、危ない。ちょ、なんか、危ない危ない。取れるぞ。オッケー、ナイス。さあ、ネイマール、ここは逆シュート行こうよ。はい。あー、トラップが、アタッカー。オッケー。メッシに渡る。あー、もう、惜しい。ちょっと今もう完全に抜けてシュートを打てる体勢になれば大チャンスやったよ。おいしないです、ベルガ。いい位置にいますね。なんか相手から刈り取るというよりは、いいポジショニングで、いいポジションシュート、いいポジショニングを取ってボールを回収するみたいなね。なんかそんなイメージですね、ベルガ。これは合いません。危ない。オッケー、いいよ。ほい、ベルガ、よし、いい感じですね。もう一回当てよう、ベルガに。あー、ごめんなさい、当てるんじゃなかった。いらんことしたな。はい、これネイマールね。そしてメッシへ。メッシに渡る。さあ、ここでちょっと、うわー、取られてしまった。そして変なパスを通してしまうが、ここはベルガボール。なんでだ。おい、ナイス。あー、お、いけるぞ。ロナウド、うわー、マニューキーしてた。いや、今の大チャンスやってんけどな。今マニューキーしてると一瞬で気がつけばねえ、変えたのにな。どうしよう、ネイマールに変えようか。マンチェスターユナイテッドは1本です。そうやな。よし、さあ今、うわ、スタミナあれへんネイマール。ほら、ロナウド、いいシュート、ナイス。コーナーから先制。さあ、まあでもベルガーでもボール散らしててまあいいような気はするけどな。ちなみにね、8月にね、あ、ちなみにじゃないですね。うわー、やんないそれ。うわー、うい。相手もおかしいなことになってるやんか。いやー、いいヘディングでしたね。ボールに対して迷子か。あー、まあ前半終了ですね。はい、とりあえず1点のね、リード後半に向かいます。それではいきましょう。さあ、それでは後半戦やっていきましょう。おっと、おー、危ないな、なんだよね。オッケー、さあ中に入れる。オッケー、ナイスだよ。ここはベルカンプか、いいパス、デイビーズ、ぶち切って、なあ、クルトワか。よし、おー、やばいやばい、カウンタークライスト。だが、おい、ちょっとなんか、オッケー、大丈夫。よし、行こう。さあ、いい感じよ。そして3、前線のこの3枚。うわあ、おー、いいパス、いいパス。ちょっと待って、待って。やばいぞこれ。待て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 、やばい。ちょっと戻れ。うわ、ベルガ、ベルガ持ってきた。ちょっと待て。ああ、ええー、危ね、怖っ。さあ、カウンターといきましょう。ベルカンペ、ナイス。もう一回ベルカンペいけるぞ。さあ、どうする。ああ、ダメか。おお、危ない。ちょっと怖いですねこれ。うわ、マジ、おお、パサーよ、パサーよ。
ドラゴン久保がね、好きな音ですね。パサッ。姿勢が大事ですよね。あのゴールが決まるときのパサッっていう音が好きみたいなね。なんかスーパーサッカーやったかな。スーパーサッカーで当時なんか言ってましたね。こんなこと。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。懐かしいでしょ、ドラゴン久保って。今まだ現役なのかな。なんかまだ現役っぽいよな。ああいう野生系なタイプってなんか。結構現役長いことやるようなイメージですからね。あ、危ない危ない、メッシへ、なんとかなりそうです。これでも追いついた。おーい、パスの、あ、かんかんかん、危ない危ない危ない。57分か、選手変えたいけどな。ま、もう60分かかるまでやっぱ窓か、なんか僕の交代ボタンいつもそうですね。これがいいよ、ナイス。あー、やばい、取られた。マジか、おい、味方に当たったっぽいけど。おー、危ない。なにこれ、ごちゃごちゃしてる。さあ、カウンターと行こう。オッケー。テレカンプから。うわ、メッシ、うわースパキャンみたいな入れなかった。スパキャンって懐かしい。昔はなんかスーパーキャンセルって名前だったけど、今どうなってんねん。あー、細かい。ちょっと選手が密集しすぎだ。団子状態。ベルガで取る。ナイスー、よし。読みの天才です。ベルガ。さあ、選手変えたいですね。オッケー、ナイス。そうですね、自分たちのスタイルを貫くべきということです、ね、いけた、いけたぞ、ロナウド通った、なっ、それをかわしてシュート、よっしゃ、かっこええな、翼くんみたいでした。ありがとう。さあ、選手交代の時間帯、終わった、終わっちゃった。はい、ということで、まあ今日はね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。